鳥岩か、伊香保神社は、群馬県渋川市有馬にある神社。国志見在社、上野国語宮で、旧社格は尊社。祭神は次の二柱。神道州では、本事物を、千住観音とする。創建は不詳。伊香保神社と同一神明を有することから、伊香保神社と同じく豪族の有馬氏により放祭されたと見られている。また、 伊カ保神社はもともと当地に鎮座したと推測する説もあり、同社が上の国々不近くの三宮神社に遷座した際、旧社地に祀られたのが若伊イ保神社になるとも言われる。現在の境内は大宗寺に隣接して鎮座するが、もともとは上有馬に鎮座したと言い,い、強力元年の洪水のため移転したと伝わる。なお、皇術の文献に見える若伊イカ神社を、 当社でなく水沢寺の小安神社に否定する説もある。国史では、和歌、伊賀穂神の深海が、上岸5年に15位下、元行3年に15位上、元行4年に生5以上に少女された胸の記載が見える。しかし、演技式神明帳には記載がないため、いわゆる国史未在者にあたる。長元3年頃の上野国公大実録帳では、 正しくらい若いカホ社と記されるとともに、多まの一、堺、平殿一堺、鳥居二期、向谷一堺、水垣一巡る、荒垣一巡る、武人梅重屋一堺、栗屋屋一堺の記載がある。この社殿規模は、伊カホ明神社、ス根ネ明神社、椿橋場見明神社と同等のものになる。また、上野国新名庁では、総社本において、陳述十社のうちに、 小一くらい和歌、伊賀保大名人と見えるほか、一宮本、群書類十本において、群馬東軍、または、群馬軍のうちに、十四以上、和歌、伊賀保大名人と記されている。南北朝時代成立の新東州では、上野国九華所大民神寺や、上野国第三宮伊賀保大民神寺に、和歌伊賀保神社の記述が見えるが、その中で、和歌伊賀保神社は、 上野国の五宮であるとされている。上野国の旧宮までのうち、和歌、伊香法神社は唯一の式会社になる。明治に入り、近代社格制度では尊社に列した。現在は大宗寺に隣接して、少子を残すのみとなっている。明治42年に、上野国神明朝に、正五位した有馬関口明神と記載されている、有馬関口神社を合祀した。ありがとうございます。